フル単位とは、大学等、単位制の学校で、ある学期や学年において、すべての単位を習得することを指す、学生のスラング。略して、フル単とも言われる。語源は、一杯を意味する、英単語、フルから。学校、地域により使われ方には、差があり、必ずしも通じるとは限らないが、おおよその意味合いは伝わる場合が多い。主に二通りの使用法が見られる。 タウンイの学校の場合に多くの学校において履修制限を設けている。これは大学設置基準においても年間の上限履修単位数の目安は提示されており、それを超える場合は文部科学省等の関係省庁からの警告、指導対象とされるために上限を設けていることも一因として挙げられる。例を挙げれば、 一年間につき40単位まで、あるいは半期につき24単位まで、というように学校ごとによって、学期、学年ごとに履修、または習得できる、最大単位数が設定されている。これら履修制限は学年ごとのバランスの良い履修と、卒業年限の調整のために設けられている。この上限いっぱいの単位を習得することを指して、使用する。履修制限の下でも、 上限いっぱいに単位を習得できれば大学などでは一般に2年半3年でほぼ卒業に必要な単位数が習得できる。この場合1年から1年半という長い期間、卒業研究や卒業論文制作、就職活動に専念することが可能となるのがフル単位の魅力である。なお、習得制限はあるが、履修制限は設けられていない場合、あらかじめ制限を超える。 単位数になる要履修科目を登録し、そのうち単位の習得が困難と考えられる科目については、履修を放棄するという手法を取る学生も存在する。この時、履修しながら単位を習得できなかった科目があっても、制限いっぱいに単位を習得していればフル単位と呼ぶことがある。また、習得可能な単位数に特に制限を設けない学校もある。このような場合には。 時間的に可能な限り単位を習得することをフル単位ということがある。履修したすべての科目で単位を習得するという意味で使われる場合もある。この時、習得単位数の高は関係せず、極端な例を挙げれば一単位のみ履修、習得した場合にもフル単位であると言える。履修とは、必要な科目を選択して学習すること、習得は学んだ結果を身につけることである。 たとえ履修していた科目でも十分な成績を上げることができなければ習得とはならない。履修した科目を習得できているかどうかは主に試験の結果により判断されるが、レポートの提出や出欠状況が判断に用いられることも多い。卒業要件となるのは習得単位数なので、履修科目数が多くても習得単位数が不足すれば当然ながら卒業できない。 学部学科、学年ごとに定められた必修科目、選択室の要件を満たしていないと、当然ながら留年となる。ありがとうございます。